第ドンクサ王決定戦、ひらがな版ポーカーです。はい、つれーつれーよめくるーよめくるー、結構願望的なものがね、はい、見るとそこいいのか朝から。いやいや、そこそこ見るとそこ、うほタンクがある。どうしたの、うほどうしたの、最後のラウンドですね、第3ラウンド、そうです。3枚目、ここ一番最初でスパンと来てくれる5枚目のが5枚目。はい、さあ、はい、さあ恵まれたか、どんなのが来てくるかな。いやちょっとこれ僕5枚全部変えます。あ、やったそれいくのか、はい、ちょっとこれ勝負に出ます。ちょっとねこれはね、このお2枚変えます。これでいこう。そうよ、どうしよう、小笠原さん、え、皆さん自信あります？自信は全くないです。いや、なんか面白くないんですよ、ね、いや、わかんないよ、泥仕合の言い方によって、言い方によってね、言い方ですよね、言い方だよ、言い方。じゃあ僕からいきますね、はい、大谷翔平選手がエンゼルスに決まりました。あら何、ね、こう時事ネタ来るわ。何いきます、はい、大谷翔平ってエンゼルスだけにやっぱり天使系、天使系だよね。おー、なるほど。どうですか、どうですか、まあ、どうですか、時事ネタなんか綺麗ですね、綺麗、ね、だね、うまくまとまったね、はい、じゃあ私いきますか。そしたら最近テレビの出演が減ってきているお笑い芸人、ふぅ、おちめ。あぁ、おちめだな、俺も頑張んなきゃ。これも座布団系ですね、座布団一枚系ですね。私は身長が155センチなので、うん、やっぱりもっと大きくなりたい、うん、そのためにはこうめたレール、米食べる。おー、なるほど。これは北海道の稲作農家はちょっとこれいいですね、これはね、湧き上がったいいんじゃないですか。はい、はい、じゃあ、ある教室での出来事です。なんか設定がさ、またぐちゃぐちゃな強引なのが来るぞ、これ起立くせこう立った瞬間におならをしてしまった生徒がいたんで、起立した瞬間にブッって立って、くせっ。たまにそういう男の子いましたよね、同級生の中に。さあ、この第3ラウンド一番面白かったという人、せーの、おい赤瀬さん。俺はね、俺の米食べるが好きなんだよね。僕2ですか。え、じゃあどうなるんですか。2勝だ。あ、じゃあ赤瀬さん、赤瀬さんが2勝、2勝。だから2人のサドンデス決定、そうそう、2勝連続、2人の戦いだよ。だから我々勝ち抜けたんだよ。うそ、今私赤坂に1票入ったから私大丈夫なのかな。ダメだよ。あ、これは一騎打ちの対決になってきました。でもね、やっぱり小笠原さんは本当すごい、なんか斬新系だから私勝てる気がする。さあ、テーマがあるから2回連続のドンクサ王、いやいやいや、本当にやだ。あるいはニュードンクサ王が誕生するかどうなのか。これが運命の分かれ道。マミとエサ。なんかあのマミちゃんじわっとくるよね、マミとエサ。なんか飼育係の人なのか。なんなのよそれは、ね。飼育係ですね。生き物係だ、生き物係。2枚変えます。もう一度。あ行だったらさ、あーとかさ、えーとかって使えるから。それなんかその必殺技。1枚変えます。おーとか使える。あ、いいよだったらさ。あ、うん、あ、イエーイ、1枚変えました、完了した。え、小笠原さん、もう2回目変えたの。2回目変えました。じゃあもうあと並びで考えるしかないから、はい、え、じゃあ私からでいいですか。いや、どっちから、私からの方がいい。あ、はい、デパートやデパート岡山に行くと、とくするよ、とくするよ。今日なんかあんまり湧きませんね。そうですね。
よっしゃと思ったね。そうなんで、要はこれは美しく決まるかどうかで、インパクトがあるかどうかってこともあるからね。インパクトがあるかどうか、それでもインパクトありすぎてわけわかんないに思ったら、わかんないから、はい、それはわかんない、はいはい、伝えたい思いが強すぎて校舎裏校舎裏か、校舎裏なんだ。どうして俺の気持ちに応えてくれないんだよ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとダメでしょ、それはダメでしょ。そこまでテーマ設定です。伝えたい思いが強すぎて、まあはいはい、噛んでしまった男の子アット校舎裏で、よろしくお願いします。はい、どうして俺の気持ちに応えてくれないんだよ、こんなにスカなのに好き机なのに緊張しちゃって、はい、俺はお前のことがスカだー、スカだー、はい、これな、はい、その告白は確実に空振りするんだろうね。いいね、これはね、はい、さあこれ迷うね、美しさかインパクトかね、これはね。小笠原さんのはかなり力強かったですしね。どっちの方が力があったかというと、はい、せーの、小笠原さん。やったー、頑張ったと思う。私もこっちだと思います、うん、面白かった。でもこれ本来の使い方と違うんでしょ、これ。勝手なルール書いてあったら面白いよね。これいいですね、面白いですね。文字遊び、言葉遊び、ね、はい、子供の日本語の強引なあの勉強になるよ、これ、ね、なんか想像力も豊かになると。テーマ設定がね、ちょっとよくわかんないけど、はい、え、あ、そうですよ。そう、あ、そうだ、ドンクサ王、第2回ドンクサ王には忘れてた恥ずかしい写真を見せていただきます。あの、どこまでの恥ずかしい写真ですか、プロデューサー。どこまで出せるかとかなんとか言ってさ、そこそこの、あ、なんだよ、恥ずかしいけど結構可愛いじゃんとか言ってもらえるようなレベルのものしか持ってきてないんだよ。そういうのはダメ。そう、じゃあ幼稚園の時のあの卒アルでいいですか。いいんじゃない、まあ、どうせ可愛いでしょ、幼稚園のやつ。じゃあ私の幼稚園の時の写真です。こちらです。ああ